謎の新兵器、コードネームはキラキララクダ。各国でローゼス・マーキュリーの活動を盛り上げてくれている幹部の諸君、ようこそボスの部屋へ。本日ここに集まってもらったのは他でもない。いよいよ我々の念願であったビッグプロジェクト、キラキララクダを発動させる時がやってきたのだ。キラキララクダプロジェクトということはボス、ついにあの兵器が完成したわけですね。察しがいいな幹部へ。名前で言うと鈴木だが、いやそんなことはどうでもいい。そうなのだ、ついに完成したのだよ。度重なるボスな失敗とボスな研究を重ね、やっと実用化のめどが立った。おお、さすがボスだ。ボスのガッツ魂の勝利です。見よ、これが我々ローゼス・マーキュリーの秘密兵器、エナチョコプリアンだ。わからんけど、わからないからこそ秘密兵器なわけだから、すごいですボス。ところでボス、この秘密兵器はどのようなものなのですか？知りたいかね？ぜひ。ん？ではこの秘密兵器の開発者であるシュトッセル・バハムーデン君に説明させよう。カモンだ、来てくれバハムーデン。イエス、はい、ボス。はじめまして、ハーワイユー。ご紹介に預かりましたシュトッセル・バハムーデンです。好きなものはお花、色はおピンクです。さすが科学者。ああ、全く先が読めん。ではこのヘナチョコプリアンについてご説明しましょう。まずこの兵器はチョリアンビームを出すことができます。そのビームは人間の脳にある物質 B エンドルフィンを人為的に突然変異させる能力を持っており、それからどうした？そして突然変異したリ・エンドルフィンは時間が経つにつれ人間の脳細胞を徐々に破壊していきます。はあ、ドンとドンと。つまりターゲットにされた人間は幻覚を見ながら廃人になってしまうのです。というわけだ。分かったかな、諸君。分かりません。先生、俺たちバカなんです。選択。それでもお前たちは栄光あるローゼス・マーキュリーの幹部 ABC、 つまり鈴木と山田と佐藤か。努力はしました、ボス。でもシャウエッセンさんの言葉が難しすぎて。おい、シャリアピンさんじゃなかったか？イタリアンジョークはそこまでにするんだ、幹部諸君。私はそれほど我慢強い方じゃない。ボスの仰せのままに。おはん。あ、バハムーデン君、このオットリアさんたちにもっと簡単に説明してやってくれ、プリーズ。了解、イエスサー。わかりやすく説明しましょう。つまりこの兵器を使えばどんなに四角い頭も丸くなるのです。それではお利口さんになってしまうのではないか。失礼、総理。的確でない表現でした。要するにあの兵器を使うとどんなお利口さんでもヘナチョコのブーになってしまうのです。というわけだ。わかりやすいです、ボス。ボスの男気にしびれました。かんらかんら。では幹部諸君に聞く。この兵器の実験台になってくれる勇気ある者はいるか？ざわ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 。どうした？負けると分かっている戦に出向く破天荒な男がこの組織にはおらんのか？笑いながら死んでいく骨太な男はおらんのか？ボス、多分いないと思いますな。ああ、電波状態が悪くて聞こえなかったし。どいつもこいつも下っ端幹部気取りおって。こうなればだるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさん。あ、お前だ。はい、イエス、ボス。え？どうして私なのですか？だるまさんの運命には誰も逆らうことはできん。たとえそれがバハムーデンだとしても。しかしバット、私は開発者です。その通り。お前は素晴らしい頭脳の持ち主だ。我が組織の至宝だよ。そういう作りがないってないっすよね。口調も三下になり下がったか。しかしいつまでもこんな親父会話を続けているわけにはいくまい。おいフォワット、何をするつもりだ。偉大なる科学者シトッセル・バハムーデン、私はお前の名を決して忘れない。さようなら。ノーノー、やだ。怖い。なぜだ。体が動かない。バハムーデンさん、あなたは今この場から逃げようと思ってたわね。あはん、何？思っていたわね。イエス、思っていた。頭の中はそれでいっぱいだった。それはとてもいけないことだ。だからあなたは動けない。そして逃げることができない。絶対に。嫉妬この野郎、なぜそう言い切れる。運命だからです。ハハハハ。来ておったのかお前たち。さすがに耳ざといな。どこにいるかわからないが見ているがいい。かしこまりました。それでは実験を始める。ののーのーあ、それ、ポチッとな。ボス、何も起こりません。ん？ああ、もうめんどくさい。いいか、よく聞け野郎ども。この新兵器はどんな人間でも素早くヘナチョコにすることができる精神変革ビーム、ヘナチョコプリアンなのだ。素早くですか。何が言いたい。いえ、私の体内時計が少し早いようです。命拾いしたな、鈴木。新兵器の秘密と威力は分かりましたが、ボスの後ろにある巨大な装置では移動に向かず、兵器として役に立つかどうか。ああ、あの装置を担いでいたら。俺は犯罪者ですから今から悪いことしますよ、逮捕してしてって宣伝しているようなものだ。慌てるな、うっかり屋さんども。この装置の小型化は日本で行われており、このほど完成した。いいところを持っていくな。見えたか。はい。なるほど、日本で開発か。コンパクト、ハイクオリティは日本のお家芸です。ハハハハハ。で、その先は何が見える。そこにいる幹部 C が日本に向かうでしょう。そうかそうか。小型化された携帯ヘナチョコプリアンで我がローゼス・マーキュリーは犯罪組織の頂点を極める。麻薬なんぞはあなたの体を確実に蝕んでいくからダメのダメダメだ。そうだ、これからはヘナチョコでヘッポコの時代なのだ。素晴らしいモラルを考えた素晴らしい意見ですボス。時代が見えますボス。やっぱりボスは最高です。ああボスでよかった。ではこれよりビッグプロジェクトキラキララクダを発動する。ローゼス・マーキュリーに栄光あれ。ローゼス・マーキュリーに栄光あれ。私は魔法少女ピクシーミサ様によって作られた合体ラブラブモンスター水着スカート女よ。今までと違って2つ分のモンスター能力があるしへっちゃら猛烈。ファンタスティックよ水着スカート女。その格好で街をかっ歩して純真無垢なお子ちゃまたちに間違った服装知識を植え付けちゃいましょう。猛烈。あー間違った観念が植え付けられまちゅ。とっても水着とスカートが履きたくなったでしょう。調子よ水着スカート女。猛烈。待ちなさい。正義の声って書いてあるけど誰様？魔法の事件はサミーにお任せ。魔法少女プリティーサミーお呼びとあらば即参上で。にゅー誰も呼んでもないのに意見さんさんと工場のべつつ現れてくれたわねプリティーサミー。サミー必殺技でサクサクやっつけよう。了解。何気にやってきちゃったよサミー。小山田くん爽やかな笑顔をたたえて小山田パンチを受けてみるがいいよ。それにカート女がハンカチ缶で聞き入ってきまや。リジサミアの山田、今度会った時は私ガンバだかんね。あはははは、僕って強いな。あははは、まさか僕がラブラブモンスターを倒せるなんて自分でも驚きだな。すごいすごい、小山田くん、いつからそんなに強くなったの？多分今だけだと思うよ、河合さん。へえ、そうなんだ。で、河合さん、いつもラブラブモンスターと戦っている魔法少女プリティサミーは、僕と同じ海の星小学校4年3組にいる河合ささみさんなんでしょ？あ、綺麗なお花だね、りょうちゃん。にゃー、さりげなく話題変えても無駄だよ。どうしよう、こうなったら。洗濯。小山田くん、いいから黙って聞いて。これには深い事情があるのだから。そのいきなり魔法の国の津波さんって人がやってきてね、無理やり魔法のバトンを渡されて魔法少女になってくれって。ささみ嫌だったんだけど、悪い魔法少女ピクシーミサが出てくるし、みんながピンチになるし、りょうちゃんはうるさいしって。だから勢いっていうか成り行きで、やっぱり河合さんがプリティサミーだったんだ。みんな聞いてたかーい？うわー、人の話を無視してるー。おうおうおう、俺は河合と同じクラスの真島ひろとだけどよ、河合がプリティサミーだなんて聞いてびっくりだぜ。あたしはひろとのラバー、はいだこの葉だけど、同じクラスの河合さんがプリティサミーだって聞いて、いてもたってもいられなくってワープってきたわ。あたしは河合さんのクラスの委員長をしているだって意味だけど、プリティサミーに変身できるなんて校則違反よ。ささみちゃんの友達の天野ミサオです。ささみちゃんに隠し事されていたなんて、私悲しくてとっても傷ついてます。わからないけど、瞬時にしてサミーの正体がバレちゃったよ。こんな恥ずかしい格好してるって笑われちゃうよ。もう笑われてる。和服にミニスカートだぜ、時代劇にロックみてえだな。要するに校則違反です。ささみちゃんの裏切り者。僕は結構いいと思うけど。いやー、いやー、さあさみちゃん、